お友達のみんな、こんにちは。バーチャルルリグ、アトです。今日は12月25日発売のウェルカムバックディーバーロストレージのルリグたちを世界最速でお友達のみんなにお披露目しちゃいます。今日紹介するのはリルとメル。まずはリルから行ってみましょう。リルはこんな感じのルリグ。スズコのルリグで赤の属性のルリグなんだって。すごく知的でかっこいいイメージだよね。ロストレージのリルとディーバのリルを並べて比べてみます。おー、かっこよさは変わってないけど後ろの髪が伸びてる。みんなが気になってるディーバの姿のレベル1、レベル2のリルも見てみましょう。かっこいい。なんか剣を持つと王子様感が増すね。それではレベル3のリルも初公開しちゃいます。ドン。おー、かっこいい。舞踊の記憶リル、効果はこんな感じ。コインのマークはディーバでは初めて。能力のポイントをバーストちゃんに聞いてきたよ。まず一つ目のポイントはライズ戦略が得意なこと。ライズといえば信長や空風林がいるよね。この二人はリルと相性が良さそうだって言ってたよ。そして二つ目はコインを得るのが得意なこと。実はロストレージの時からリルはコインを得るのが得意だったんだけど、それをしっかり再現してるのがエモエモポイントって言ったよ。続いてはメル。メルはこんな感じ。千夏のルリグで緑の属性のルリグ。すごく優しそうな顔してるけど本当はどうなんだろう。ロストレージのメルとリーバのメルも並べて比べてみます。あっ、リルとは逆に後ろの髪が短くなってる気がする。手に持ってるのは武器かな。メルはアシストのレベル1とレベル2を紹介するよ。まずはレベル1のメルバーストから。ポイントは相手が高いパワーのシグニを出すまでグローしないで温存しておくこと。そしてレベル2のメルオーバーラン。ポイントは出現時の両方の能力を使えるタイミングを狙ってかっこよく二面バニッシュを決めること。メルのアシストルリグは他にもあるけど好きなメルでデッキを組んでみてね。ちなみに今回もセンタールリグは UR で特別版のイラストがあるんだって。それじゃあいくよ。せーの、ありがとう。次回はローナ、アーヤ、ナナシを紹介するよ。お楽しみに。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。